今私は巫女の皆さんと大社トークに花を咲かせています。もちろん新しく来た桐生静香さんことしずぽよも一緒です。しずぽよ、かわいい響きですね。独特のネーミングセンスやね。静香さんといい勝負だと思いますよ。ソノはロックのことなんて呼んでるん？ミロクの上二文字を取ってミロです。従来のロックに敬意を払った感じで。おー、ええやん。同一名字がいる場合は呼ぶ方は工夫せんとね。ちなみにうち国土あやちゃんはあややで、藤森みとちゃんはみとりん言うとる。みとりん、その子さんと同じ呼び方ですね。私はね、みとりんじゃなくてみとりんなんよ。同じじゃないのよって、かりんさんの声がどこからか聞こえてきそうな発言を。しずぽよさんこそ独特のネーミングセンス。深刻なツッコミ不足だね。あやあや、なんやったらどんどんツッコんでええで。そうさせていただこうとさっきからタイミングを見ていたのですが、もう難しくて。ええ子やね。あやあや、結婚してほしいわ。さてさて、大社トークを続けましょうか。そうか、大社の考え方も時代が違うと全然ちゃうねんな。はい、私の時代としずぽよの時代だと200年以上は違うから、それはもう200年以上か。江戸幕府だともう終わるくらいだっけ。記憶を持ち帰ることができればこの辺りもうまく手を入れられると思うのですが、ままなりませんね。後々いい時代になるように努力はするけども、基本はその時代その時代の人が何とかするやろう。後々の時代全てに責任持つっていうのもある意味おこがましいで。まあこれはうちの考え方やけどね。これぐらい力を抜いて考えんと潰れるで。ありがとうございます、静香さん。赤嶺先輩と蓮華先輩は今は何をしていらっしゃるんですか？この間のうちみたいにみんなと会話して回ってるで。得られるものも量産あるしな。誰と話しているやら、土産話が楽しみやな。ここが東郷の部屋か。どこか愛国心を感じるわね。え、わかる？それは嬉しいわ、レンゲさん。今日のレシピ交換会楽しみにしていたわ。うん、それじゃ教え合いをしましょう。ゆうなちゃん、美味しい料理作るから待っててね。はーい。ゆうな、ゆうきと遊んで待っていて。うん。じゃあ何して遊んでよっか、赤嶺ちゃん。お腹を減らしておくべきだと思うんだ。プロレス、プロレス、えい。わあ、お返し。お、やるね、てい。何をして待っているかと思えばゴロゴロとじゃれあって微笑ましい。ええ、いつまでも見ていられるというか平和な光景だわ。それで今度はうちに遊びに来てくれたんですか。今日はいろいろとはしごしようかなって。ふーとも、ぜひレシピ交換がしたいわ。いいわよ、じゃあちょっと台所行きましょうか。それじゃあいつきちゃん、私と遊んでようか。あ、はい、占いでもしましょうか。うんうん、筋肉体操しよう。敵だった時にいつきちゃんの素養を見て惚れ込んでいたの、その可能性に。でも私体とか硬いですよ、こんな感じで。いいよいいよ、初めはそんな感じなんだよ、むしろガンガン伸びるよ。はあ、さあ私といい筋
肉をつけよう。私の動きに続いて。こうでしょうか。もっと腰を入れて、こう。あ、いいね、才能あるよ、いつきちゃん、すごいよ。そうですか、嬉しいです。なんか妹が筋肉に洗脳されているような。ゆうなはああして陽気に褒めて褒めて、気がつけば鍛錬する友達を増やしているのよ。小悪魔ね。まあ体にいいからよしだけど。部屋をきれいにしているのね。いいことよ、小学生たち。私の部屋より全然きれいだよ。ユーナは散らかっているわけじゃないけど、大雑把だから。じゃあそれをレンゲ先輩が片付けたりしているんですか。そうよ、ユーナとは寮で同室だったしね。なるほどなるほど、より詳しく聞きたい案件です。後でじっくりと語るわ。今日は小学生組に弥勒がプレゼントを持ってきたの。弥勒が書いている自伝よ。ちゃんとサインを入れておいたわ。レンゲさん本出してるんですか。かっけー、ありがとうございます。ありがとうございます。どうしたのスミ。ちょっと緊張してるんですよ、人見知りなところがあって。その子もそんな節あるけど、今回は普通にいけてるな。知的好奇心があるからね。大丈夫だよスミちゃん、レンチは怖い人じゃ。あのレンゲさん、東郷さんと二人で料理をしたと聞きました。私とも一緒にどうでしょうか。魅力は大歓迎よ。なんだ、自分でちゃんと言えるじゃない。ところで銀ちゃんっていい筋肉してるね。なんだかところでの使い方が急なんですけど。農作業って体鍛えられそうだから好き。素晴らしい、赤峰さん、いつでも耕しに来てね。私以外にも鍛錬で農作業をやる人間がいるとはね。農作業をするのも楽しいし、農作業をするカリンとウタナの筋肉が躍動するのを見るのも楽しいし、なんだか初めて聞く意見が出てきたわ。その仕上がった体に浮かぶ汗とか健康的でいいよ。もっと間近で見ていい。よくないわよ。ん？いいけど。おおは寛容すぎるのよ。レンゲさん、あなたはどうかしら。農作業、土と語らうことで心が落ち着く。むしろ魅力は精神修養として取り入れたいわ。グッド、これからもいつでも来て。芽吹、今日はレンチと遊びに来たよ。夜の樹海ではユーナが世話になったそうね。礼を言うわ。お礼は戦闘時に守ってくだされば。スズメは黙って。礼はいらないわ、私たちも助けられたもの。赤峰がいなければ夜の樹海では危なかった。ユーナ大活躍だったみたいね。これは魅力も負けていられないわ。いつ見てもご先祖様は凛々しいですわ。ちょっとユミコとレンチ並んでみて。いいわ、こうかしら。似てるよね、なんだか嬉しくなっちゃうな。言うほど似ているかな、という顔を加賀城がしている。ちょ、めっそうもございません。足はそんなつもりはありませんよ。筋肉とかそっくり。思っている以上に筋肉信奉者だわ。魅力に何か質問がある人間は挙手制で受け付けるわ。お前たち少し緊張していないか。いやー、そっちの世代は自分の世代では伝説みたいなものだからね。魅力としても深い敬意を持って接しているのよ。ふっ、あんまりそういう風には見えないけど。伝説か、レジェンド様、思わず口に出したい言葉だな。それにしても二人並べてみるとどこか風格あるわね。うんうん、
それはね。筋肉をつけているからなんて答えは期待していないわ。あれ、赤嶺さんはもう大体どういう人間か分かっているから。じゃあ郡ちゃん、私と赤嶺ちゃんがぐるぐる回ったらどっちか見分けつくわ。かぶせ方が早い。ぜひ魅力という人間も理解してほしいわね。これ自伝よ、ちゃんとサインも書いてあるわ。面白そう、ありがとうございます。私も読ませてもらおうか。お前という人間を知りたい。お、どうした。若葉は美しい、つい見とれてしまったわ。おー、ヒュー、若葉ちゃん、ヒュー、その子先生がこういう時にいない。別にからかってはいないわ。魅力も認める美しさと本気で褒めただけ。そうか、ありがとう。デレデレしているわね。上里さんに言おうかしら。なんでそうなるんだ、千景。厳しいな。確かに厳しくなる必要なんかないわね。おかしなことを言ったわ。ここのコロッケはなかなかうまいぞ。海ログで人で5だ。海ログって響きが素敵です。何なんです、お姉様。海が語りかけてくる評価だな。あっちの塩ラーメンも飛ぶ美味しさだよ。楽しみね。今度魅力と行くわよ。あの行列は？タピオカジュースのお店だよ。並んでみる？でも我慢できるかな、長いよ。みんながいれば苦ではない。話していれば時間は過ぎるわ。賛成だ、行こう赤嶺。あ、制限は大丈夫か？平気です。お姉さまとタピオカジュースデートなんて素敵です。どうやった？いろいろと回ってみて。すっごい楽しかったです。もともと敵だった私がここまで馴染めるなんて。ふっ、甘いわユーナ。報告なのだからもっとしっかりこなさないと。魅力は報告書をまとめたわ。シズさん、受け取って。互いに個性が出ている報告やね。仲良うやっていけるならそれで何よりや。魅力は全力でお役目を果たすわ。ユーナ、勝負よ。何をもって勝負かわからないけど頑張ろうね、レンチ。とりあえず夜の鍛錬二人でやろうよ。鍛錬を魅力が言うなと二人で。いいわ、付き合ってあげる。3時間だけね。赤嶺たち3人組しっかり馴染んでいるようでよかったよ。文化の違いもちょっとはあるけど、それもすぐ理解している感じで、印象より大人っぽい子たちですよ。そっか、何よりだね。私たちの戦力がさらにアップしたのはとても素敵です。これで憂いなく試練と向かい合えますな。今のところ新戦力を交えつつ攻めてくる、シンプルかつ強めな試練ですが、どんな試練に変化しようとも負けないぞ。きらめいてますね、せっかく。